上がりました。ルーキーの祖父江が上がっています。打席には金沢です。控えキャッチャーの金沢ですが、この金沢バッティングいいんですよね、うん、今シーズンも4割を超えるアベレージ、すごいですね、これね、はいはい、出るのが少ないですからね、はい、4割というのはすごいですね。代打でも5回起用されまして4打数の2安打です。マウンド上の祖父江は先日再登録されて今日が初めてのマウンドです。又吉、祖父江、そうですね、本当にこの2人のルーキーが前半戦大活躍ですよね、はい、うん、祖父江の特徴、木松さんどんなところを評価されていますか。一番あれはちょっとタイミングが取りづらいような投げ方してるんですよね、はい、言ってみるとね、ヤシのような投げ方してる。あ、テイクバックがちっちゃいですよね、はい、普通はもう少し、はい、投げる方の手を伸ばしてそれからまた上へ上げてくるんですけど、最初から、はい、上げてくるというような形なんで、タイミングがちょっと他のピッチャーよりも取りづらいです。これすぐに上げる、上げる。ですからどうしても本職のピッチャーと言いましょうか、うん、はい、ずっとやってきたピッチャーとは違うので、ちょっとタイミングがね、ずれるということはあるんですね。そして球種としてはスライダーに特徴がありますよね。そうですね、はい、それそれも大卒社会人を経ての入団です。即戦力ピッチャーとして期待されている今シーズン、ショートの頭上を越えていきました。代打で結果を残している金沢、その起用に応えています。いいバッティングですね、うん、先発山井からピッチャーが変わったところ、今度はロッテの方が残り2イニングスですが、もう一泡、二泡ドラゴンズのブルペンを慌てさせたいところでしょうね。井口もどうか故障で出てないんですよね、この人は。体調悪いんですよね。体調というか、まあ、うん、コンディションの問題だと思いますけどもね、うん、まあ、代打で井口が登場です、ね、4番打ってる、ね、3番バッター、うん、5番バッターを務めてきた井口ですけどもね、一段とボルテージが上がるレフト側のマリンズ応援団。井口も今シーズンが日本球界14年目、通算でこれ40歳になりますね。かつては盗塁王も取ったというバッターです。現在のキャプテンは鈴木大志ですけれども、井口もチームを引っ張るキャプテン心を持った人ですしね。はい、若手の選手のいいお手本になっている井口です。さあ一方のマウンド上、祖父江、今シーズンまだまだこの祖父江や又吉、もちろんここまでよく頑張ってくれてはいるんですが、まだまだもっと働いてもらわなきゃいけない存在ですよね、池間さん。やっぱりその先頭ピッチャーがですね、まあ、4回5回で降りた時にこういうピッチャーが、はい、役に立つんですね。リードされているところでも、うん、どうにか最少失点でいって、最少得点差でいって反撃を待つと。そうですね、はい、負けておっても勝っておっても祖父江や、ね、又吉というのは使われますね。中継ぎの非常に重要なところで使われると思います。でまた今日のような点差の空いたゲームでも、うん、リードしている場面でも使われると、はい、バットが折れた、ぐしゃっとした当たり、ダブルプレーになりました。5-4-3とボールが渡っています。
まあ、すっぽ抜けたんですけど、今ね、スライダーが。ですが、まあ、結果、いいところに行きましたね。アウトコースで投げようと思ったスライダーがインコースから入ってきて、それで詰まったという形でしたね。28試合目の登板の祖父江です。先日そういえばこの祖父江は QVC で行われたマリン戦で投げての負け投手になったことがありましたね。その雪辱のマウンドでもあります。1番でハフマンです。途中の守備から入っているハフマンが登場。今日初めてのバッターズボックス。ちょっとバットの方では苦しんでいるハフマンですけどもね。2割6分2厘、ホームランは0、打点は11。もっと打てるんじゃないかと思いますね、ずっと出てれば。構えとかスイングには癖がないですからね。はい、そういえば春先には1番で起用されて6打数4安打なんていうこともありましたね。ただ伊藤監督はいろんなオーダーを組み替えてきますよね、うん、そうですね、今年はね、固定してませんもんね。もうそれだけ苦しいんでしょうね、やっぱり。規定打席に到達している野手も確か3人、4人ですか、角中、鈴木、今江、井口。ブラゼルは別にしてもこの外国人選手で規定打席に到達している人がいないんですよね。ですから長打というのがあまり出にくいチーム打線、その分打線のつながりで点を取っていくチームですから、こうやって点差が離れてしまうと苦しいですね。淡白に見えますよね。昨日に続いて非常に長いゲーム展開。しかし今日はドラゴンズが大量リード、9対1とリードしています。16安打9得点、ロッテ先発石川から大量得点を挙げています。ヒット許し、その後ダブルプレーに代打井口を打ち取りましたが、しかし続く1番のハフマンを歩かせてしまいました。ツーアウトから一塁、そして鈴木を迎えます。今日の鈴木は3打数の1安打です。これで10試合連続ヒット中のバッター鈴木大地。昨シーズンのベストナインです。25歳、そして内野手、要のショートを守りますから、二遊間守りますから、もうチームの顔となっていく人ですね、これから。どこでも守れるんだよね、この人はね。いい当たりだ。抜かれました。ライト前ヒット、ファーストランナーハフマンが三塁を陥れます。ツーアウトランナー一塁三塁。さあまずはロッテ、こうやってチャンスを作って、そして火がついたら止まらないというロッテ打線の恐ろしさをドラゴンズとブルペンに見せつけたいところ。バット出がいいですね、この人小さいですよね。そうなんですよね。森野もミットを差し出したが、勢いに負けてしまいました。そうなんですよね、上背から想像できないぐらいの飛距離が出るんですよね。
で一番やっぱり確実性があるというのはこの3番でしょうね。はい、角中、ね、そして勝負強さを持っている今江と、今江がね、ここという時にはやっぱり今江というのは勝負強いね、本当に。さあ、ロッテもすぐ明日またゲームがあるわけですからね。今度は移動して明日、明後日と神宮球場でヤクルトとの連戦が続きます。ロッテはこれが交流戦の最後ではありません。あー、バッテリーエラーが出た。記録はワイルドピッチです。今サイン違いですかね。いや、サイン違いではないと思いますよね。なぜそこだったんですか、うん、なんかあの構えとは全く違うところにボールが行きましたね。まあ、ストレートにはサインアウトコースのボールがインコースで引っかかっていってしまったという形ですね。かかってきたんですか、はい、そうですか。これは走塁行けません。ツーアウトランナーなしからフォアボールヒット、そしてワイルドピッチで1点献上です。隙を与えたくないところではあるんですけどもね。まあ、ピシュッと最後いってほしいですね、これね、はい、これいっては仕方ないから。本当に仕掛けが早いパ・リーグのロッテ打線。もう3球目までに誰か必ず振ってますね、はいはい、確かに、はい、じっくり見てくるっていうことはあんまりしませんね。からマウンドに上がった祖父江、表情が一段と険しくなりました。もともとマウンド上からバッターを睨みつけるようにして投げるピッチャーの祖父江。今日もこちらの角中、今日ヒットを放って8試合連続ヒット中です。角中は2012年の首位打者。まあ、この人の特徴もね、はい、ほとんどステップなしで打つ人なかなかいないですよね。あのカウントによってこう変えてくるんですよね。追い込まれたりすると必ずこの、ね、ノーステップで打つんですよね、はい、そういう人珍しいですね、こういう変えてくるというね。あの意識を変えたりスイング変えたりという人はいますけども、うん、ステップを変えるというのは珍しいですね。バッテリーにはどんな影響を与えますかね。まあ、バッテリーはそんなにはまあ、どっちでもいいんですけどね。そうなんですか、はい、あそこまではあんまり考えてでもなんかしつこいイメージがありますよね。あ、それはありますね、重心を落としてノーステップでぶれない構えで待っている角中。ファーストミット、今度は抜かれなかった森野、自分でベースを踏みます。しかし8回の表、祖父江ワイルドピッチで1点を献上してしまいました。さあ8回の裏は